which is great on our opinion, that makes the people understand that women can fight as men. Exactly, there's no differences. In the ring, we are all the same. And finally, what she wanna add, that it's difficult for her to explain how honored she was to fight with the Ichiban, the number one in the in fighting, like Rina. She preferred to lose against the number one than to be here and win easily with number 10. So, she really hopes to come back stronger, better, winning for sure, but anytime, enjoying, as she did, the Tokyo place, the Tokyo event, the Rising event, and the new era of martial arts and fighting sport coming now. で今の質問をいただけて大変嬉しく思っていますというのもぜひこれコメントしたいというふうに考えていたからです。でこれだけ心を動かされたことはなくて今大変感動しております。でこの日本という国の MMA に参加できて、まあ、自分の夢が叶ったというふうにも思っておりますし、で今回この大きな格闘技のイベントというのは、まあ、新しい時代の始まりだとも思っています。でそしてその新しい始まりの最初の戦いがですね、まあ、自分の試合で始まったというところを大変に光栄に思っておりますし、それが女性ファイター同士であるというところも大変嬉しく思っています。でその女性で始めるというのは非常に正しい選択をしたというふうに思っています。というのはリングの上では男女どちらも関係なくイコールであるというふうに思っております。でそしてですね、そのナンバーワンの日本の女性ファイターと対戦をさせていただいたことをですね、非常に嬉しく思っていて、こう言葉で言い表せないぐらい嬉しく思っています。でその、まあ、今回負けてしまいましたけれども、トップの選手に負ける方が、まあ、10位ぐらいの選手に簡単に勝ってしまうよりも自分にはためになったというふうに思っていますので、次回ですね、また日本に戻ってくる際にはより強く、より上手くなって、そして勝てるようになっていきたいと思います。で今回のこの東京のライジンのイベントというのが、まあ、新しい新年のですね MMA として非常にいいものだと思います。大丈夫でしょうか。大丈夫でした。会見を終わりたいと思います。 So we finished interview with you. Thank you.